ダフィーはイギリスウェールズのバンガー出身のシンガーソングライター歌手、女優。ソウルフルなハスキーボイスを特徴とする。デビューアルバム、ロックフェリーは2008年でイギリスで最も売れたアルバムとなり、世界的に注目を集めた。1984年6月23日に、父ジョン・ダフィーと母、ジョイス・スミスの子として、プールヘリ近郊のネビンに生まれた。 15歳の時には、父親と一緒にクラスネビンで様々な地元のバンドで音楽活動を開始した。17歳の時に、ウェールズのコレグメイリオンドアイフォー大学のプールヘリコーへ進学。その後は、イギリスのチェスター大学に進学し、ウォリントンコーでコマーシャルミュージックプロダクションを、2004年からは、同大学のパークゲートコーで舞台芸術を学んだ。2003年に、 ウェールズのテレビタレントショー、ワフファクターに出演し2位になる。ウェイトレスと魚屋という2つのアルバイトを掛け持ちしつつ、2004年に3曲入り、EP、エイミー・ダフィーをリリース。その後、ミントロワイヤルのアルバム、o u in the morning に参加した後、2004年8月に、ラフトレードレコードのジャネットリーに紹介される。リーは、ダフィーを、ロンドンのクラウチエンドに転居させ、 スウェードのギタリストバーナード・バトラーに紹介し、彼女のプロデュースを開始した。2008年3月リリースのファーストアルバム、ロックフェリーは60年代のポップス、ソウル風の曲調で、イギリスアルバムチャートで1位を獲得し、発売開始から1ヶ月を待たずにプラチナディスクを獲得。その後、ヨーロッパ各国、アメリカ合衆国のチャートで上位にランクインする大ヒットとなった。 2008年にイギリスでは最も売れたアルバム、世界でも4番目に売れたアルバムとなり、2016年5月の時点で900万枚以上を売り上げた。2010年には映画パタゴニアに女優としてデビュー。同年にセカンドアルバムエンドレス3をリリース。イギリスチャートで9位を記録した。2011年2月、音楽活動の無期限休止を発表した。 2015年、一時的に活動を復帰し、映画、レジェンドに出演。同映画のサウンドトラックに3曲を提供したものの、音楽活動は復帰しなかった。2020年2月、活動の長期関係止の理由は、口実する誘拐事件によるものであったことを、SNS で告白した。ダフィーとアデルの二人は、そのデビュージッとソウルミュージックの歌手という共通点があるため、 エイミー・ワインハウスに続く白人女性ソウルシンガーと評されていた。また、ダフィーは1960年代の歌手、ダスティ・スプリングフィールドを彷彿とさせるという評価もあるが、バーナード・バトラーによれば、彼女はレコードのコレクションを持っていなかったため、ダスティ・スプリングフィールドを知らなかったそうである。2020年2月25日、ダフィーはインスタグラムアカウントの投稿で、 レープされ、薬物を投与され、数日間人質にされた被害について告白した。彼女は、しばらくの間表舞台から姿を消したおかげで、時間はかかったものの現在は、順調に回復することができたと語っている。最初の投稿では、犯人の身元を特定しておらず、被害が何時、またはどこで起きたかについては、言及しなかった。4月にはより長い手記を公開した。 手記の冒頭で多くの人が明るいニュースを求めているこの時期に悲しい内容のストーリーを公表することにとても迷いました。私が綴った言葉が一瞬でも気持ちをそらすことにつながったり暗闇から抜け出したいと思っている方々にとっての慰めになればと願っていますと前置きした上で事件の詳細について述べた誕生日に食事をしたレストランで薬を盛られ 薬漬けにされたままホテルに監禁され、飛行機や車で外国へも連れて行かれたという。また、犯人と一緒に帰国後も、彼女は自宅で4週間にわたり、薬物を投与され監禁されていたと語った。事件については、報復や世間からの反応に恐怖し、公の場で語ることができなかったという。被害後は、ほぼ10年間は完全に一人で過ごしたものの、現在は、 回復に向かっており、治療に当たった心理学者に感謝しつつ、この10年を記録に残せると感じたと述べた。ありがとうございます。